こんにちは。和食料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回は白だしを使ったオクラ漬けを作ります。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。それではオクラの下処理から行っていきます。オクラのヘタとガクの部分を取り除きます。ガクは口に残りやすく口当たりが悪いので包丁の顎を使って取り除いていきます。はい、こんな感じで掃除をしていきましょう。包丁でやるのが難しいよっていう人はピーラーを使ってやってあげてください。はい、これでガクを取り除くことができました。そうしましたら次にこの塩を使ってオクラの産毛を取り除きます。塩でオクラをこのようにこすることによって産毛が取り除くことができて口当たりが良くなります。そしてオクラの色も良くなります。こすり終わった後は水で洗い流しましょう。はい、先ほど塩をつけたオクラを水で洗ってきました。これでオクラの下処理は完了です。左が下処理してない方、右が下処理を行った方です。まあわずかではありますが右の方が色が鮮やかになっているのがわかるかと思います。熱湯の準備ができたのでオクラを茹でていきます。まず熱湯に塩を加えましょう。で次にオクラをこの中に入れます。だいたいこの状態のまま1分間下茹でしていきましょう。1分以上経ったのでオクラを氷水に取り出します。このように下茹でを行うことができました。氷水でオクラを回収することによってオクラの色持ちが良くなります。そうしましたら次に漬け地を作っていきます。水 500cc、 白だしが大さじ2、みりんが小さじ2、塩 3g、 味の素で、これで火をつけて強火で沸騰するのを待ちます。その間にオクラが冷めたら水から取り出しておきましょう。はい、沸騰してアルコールが飛びました。このまま冷めるのを待ちます。しっかりと冷まさないとこのままオクラを入れてしまうとオクラに火が入ってクタクタになってしまいます。それを防ぐためにしっかりと冷まします。はい、このように冷ますことができました。そうしましたら先ほど下茹でを行ったオクラをこの漬け地の中に加えます。味を全体的に染み込ませるために落としラップをします。このまま冷蔵庫で 2,3 時間程度入れて放置しておけば完成です。これでオクラ漬けの完成です。いかがだったでしょうか。オクラは夏の旬の食材で、この料理は副菜としてさっぱりと食べることができます。今のこの時期におすすめの料理となっているので、ぜひお家で作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この料理以外にも僕はいろんな料理を作っているので、そちらの動画もぜひ一緒に見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。